吉田さん、いい加減、夜が明けましたね。朝ですね。まあ、売り上げも夜が明けましたね。なんつうんですかね。10人ぐらいでやってた私の店も赤字で終わりましたけど、一人でやると楽勝黒字なんですよね。これ一体どういうことなんですかね。力を合わせればみたいな言葉がありますけども、誰と力を合わせるのかって結構大事だと思うんですよ。それから2人以上でビジネスをやる場合って、誰が取った取らない、誰が多い少ない、誰が頑張った頑張ってないっていう論争に必ずなるんですよね。それこそね、全ての人間は対等にはなれないんですよ。対等になろうとする気持ちがあって、対等になるために下駄を履かしたりとかね、ハンデをつけたりいろいろありますけども、結局はほんのわずかでも人に違いがある限りは何かのジャンルで上下関係っていうのができちゃうんですよね。走るのが早い遅いとか、徹夜が得意得意じゃないとか、飯は食った食わねえとか、休みが多い少ないとか、善意が多い少ないとか、責任が重い軽いとかね、まあありますよね。まあ、けど一人でやるとそういう問題って起きないですもんね。一人でやる自信がなければチームでやった方がいいと思いますし、チームでやる以上はそこに不平等があることをやっぱ飲み込んでいかないといけないのかなと思います。まあ、そもそも不公平で不平等で理不尽だし不条理だから、それを乗り越えようとしてあの手この手を尽くすわけですからね。それこそ生まれた時代が悪かった、運よく御曹司の息子に生まれた、全てが不平等なわけですよ。じゃあその不平等を何で乗り越えていくのかってことは、制度がやってくれるわけでもないし、時代がやってくれるわけでもないし、誰かがいっちらおっちらって自分の代わりにやってくれるわけでもないし、結局は自分で突破していくしかないのかなと。その最短距離、残されたルートが私はビジネスじゃないかなと思うんですよ。人に感謝されることとか、人の痛みを癒したりとか、人の悩みを解決すると必ず喜ばれるんじゃないかなと。その喜びが大きければ、これでも使ってくださいって言ってお金が払われるのではないかなと思うんですよ。自分は辛いです、苦しいですって言っててもらえるお金もあると思いますけども、でも誰かの問題を解決してあげることによって得られる報酬の方が、まあ私はいいんじゃないかなと思いますよね。少ないアクセスあろうとも、そこには困った人が確実にいる。その人に全身全霊で解決をもたらそうと思えば、それがサービスなり感謝なりビジネスになるのかなと思いますけどね。今回は丸美でございました。丸美っていうそういったフォントがないですから、カタカナの美でお送りしましたけどもね。いってらっしゃい。